政府は、玄関前に宅配便を置く置き配などを選んだ人へのポイント付与の実証事業で、インターネット通販業者に原資として1回あたり最大5円分を補助する方針を固めた。物流の停滞が懸念される2024年問題対策の一環で、運送業者の負担となっている再配達の削減につなげる。関係者が18日明らかにした。ポイント付与は、ネット通販の商品購入時に置き配やコンビニでの受け取り、ゆとりある配送日時などを選んだ人が対象となる。どのぐらいのポイントを付与するかは業者に委ね、政府はポイントをお金に換算した場合の半額分1回あたり5円を上限を補助する。原則置き配だけでいいよ。で私は500円。オートロックで宅配ボックスもないから、集合玄関に放置されても困る。盗まれる。屋根のない場所などでは雨が降るとえらいことになる。生鮮品が終わるな。5円なんかじゃ焼け石に水。基本でコンビニ受け取りや営業所受け取りを選択できるようにしてほしい。企業側の努力が足りないんじゃないですかね。再配達はしませんよ。営業所まで取りに来てねでええやろくさ。昔うちは倉庫じゃねえからって言われたけど大爆笑。オートロックマンションでの置き配は問題なんだよ。配達員が許可なく侵入。許可なくって言っても共用部だろ。共用部って占有部との境よ。そこに犯罪者が入ってこられないよう未然に防ぐためにオートロックという存在があるわけで。再配達100円ぐらい取れよ。再配達の手数料は500円以上請求するべき。これでいいよな。お前ら補助が5円で値引き額は5円じゃないぞ。アマはなんで購入時に受け取り日時指定させてくれないんだろうな。アマデリだけいつも再配達だわ。佐川は置き配やってくれないからな。通販で注文して配送会社が佐川の時は面倒くさいなぁと思うようになった。置き配ボックスとかなく単純に玄関先に置いとくだけって海外とかもやってんのかな。やってる。車から玄関に向かってぶん投げる。再配達よりもトラックと荷物のマッチングを早く進めたらいいんでない。絡みで走ってるトラックがもったいない。家にいるのにインターホン鳴らさずに置き配された場合は何ポイントもらえますか。置き配選択設定って意味ないよ。雨降ってたから置き配不可にしたのに、勝手に置き配にする黒猫ヤマト配達員みたいなのがいるし。アマゾンも配達時間指定無料で選択できるようにせい。再配達は1回だけいなきゃ集配所に取りに来いでいいだろ。送料無料をやめさせろ。物流でもなぜ宅配だけ優遇されてんの。草、ブドウのようなロッカーを駅前のシャッター街に張り巡らせてセルフ受け取りできるものはセルフにした方が良い。マジでそれでいいわ。それは助かる。ブドウに対応してない商品が多いからいつも受け取れないんだよな。政府は宅配ボックスを増やす工夫しろよ。ウーバーもだが、配達員がうろつくマンションは防犯上よろしくないんだよ。は、そんな小学校かないから配達の中金取るのやめさせろ。もう置き配でフォにしろよ。ヤマトでさえまだ指定できない荷物あるし、効率悪すぎ。俺は置き配で一層設定してるのに、ヤマトだけ毎回指定し直さなきゃいけないの。どうにかして小分けに注文する人殺到でパンクしたらどうするのよ。再配達300円ぐらい取ればいいのに。送料無料1円のビニール袋を1000個買えば5000ポイントもらえるの。はい、出ましたポイント制。もう最初から再配達を考慮して送料を一律で50円くらい値上げしとけばいいだろが。5円払うから30分単位で時間指定させろよ。客が2時間も待つとか頭おかしい。1000円くらい乗せないとやる業者おらん。5円のために地面に荷物置かせねえからうマジでう。ヤマトの配達員はちゃんとしてるけど、下請けの役のわからんやつは置き配なしと指定してるのに、ドアノブにヤマトのビニール袋に入れてかけてたりする。つか送料と再配達料を取ればいいんじゃないの。再配達有料にすると受け取れなかった荷物はそのまま保管になって返送されるだけで、逆に荷物も仕事も増えるんだわう。客は返品になったの確認したらまた注文すればいいだけだけだからね。アマはコンビニやブドウ受け取りで300円引き合ってるな。置き配専門の盗っ人大量発生。置き配いいけど盗まれたら保証はしてくれるんだよね。オートロックでも宅配ボックスがない物件はもはやリスクだな。アマゾン置き配設定してんのに結構普通に宅急便で来るんだけど、うちもそうだわ。あれって宅配業者に伝わってないのかね。多分時間ないんじゃないかな。3分で1個配達完了するとして、配達ルート、住所転送確認、置き配していって、繁忙期は無理だろう。佐川はヤマトみたいに配達前にコンビニ活動受け取りに変更できるようにしろよ。本当それ。もはや物流は人間に可能な仕事じゃないんだよな。人に届けるんじゃない。場所に届けるんだ。何度も置き配って言っても毎回インターホン鳴らす配達員はどうすればいい。インターホン鳴らして出てこなければ不在票を入れて帰るだけで楽だし。宅配ボックス設置に補助金出した方がいい。増設ににもな。一発で受け取ってもポイントくれよ。そっちが良いな。たった10円なら安全を買うわ。不在票1枚につき5円上乗せすればいいじゃん。事業目的の道路使用料ゼロ、ガソリン免税、再配達有料化。それだけでかなりドライバーもかなり楽になる。変なの作って複雑化するよりシンプルに考えろよ政府。これは微妙。50円なら協力する人も増えるかもしれないが、置き配で盗難にあった場合の保証はどうなるんだろう。アマゾンは保証があるから成り立っているけど、クレーム来るよね。まともなマンションは監視カメラがある。
自宅なら普通に警察沙汰と配送。うちはウーバーの窃盗で警察が指紋取りに来た。宅配ボックス義務か配給にしな。なんか勘違いしてるやつ多いけど、配送業者が金もらってる客は差出人だから、受け取り人が置き配指定する差図はない。最近隣の家の不在連絡票が投函されとったわ。仕事多くていろいろ大変なんだろな。書き入れ時やからね。仕事なくて暇すぎるのなんかよりずっといいぞ。ほんまに郵便局も佐川もアマゾンみたいに玄関前に置いていけよ。実家にいる年寄りは再配達依頼出すも前みたいにオペレーターが電話に出ないからほんまに困ってるよ。置き配推奨って大丈夫なのか？届いてないよで同じ商品を二度もらう詐欺とか発生しないかな？盗難とは限らないから、警察も対応が難しくなる。そんなトラブルが増えたら警察がパニックになるだろうし。今は詐欺流行りだし、月あらば盗むやからも増えたよ。置いた写真とか撮ってるんじゃね？知らないけど。小売店も運送業者も面積で頼むわ。一つの国3カ所ほど倉庫作って、そこに大和佐川郵便局全部の荷物を置いといてくれるやつは取りに来させたらいいやん。それな。近くに佐川や大和の受け取り拠点があれば受け取りに行ってもいいといつも思う。郵便局は近く、会社の帰りによく受け取りに行く。まずは全部日時指定できるようにしてくれ。少しくらい高くなっても構わない。大和だけど最近アマゾンがデフォで玄関前なってて助かるんだが、オートロックでもそれが多発してる。他に荷物あって入れれば置けるけどな。警察だって高齢化してて人手不足だと思うぞ。置き配の盗難ごときで呼ばれて指紋採取？たった5円でどれだけ人的リソース割くつもりだくさ。俺の家は玄関前に置き配してるよ。監視カメラついてるし問題ないよ。ゆうちょ効果5円使用するために手数料20円取ります。実際定額小為替50円のに手数料200円取ってるからありえるな。黒猫は再配達依頼すると黒猫メンバーズなんちゃらが、うざい。そんなもん登録する気はさらさらない。ただ荷物を受け取りたいだけだ。佐川の方がオペレーションいいから、佐川と日本郵便をなるべく利用してる。佐川の再配達依頼は、時間帯指定できないからな、草。うちに来る佐川さんは在宅時間帯を把握して指定時間前でも余裕で来るな。うまいんだけど草。最高級宅配ロッカー完備してるから助かるわ。よく調べたら管理書き留めとかも郵便局に申請すれば入れてくれるんだな。もっと早く教えてくれよ。ゆうパックみたいに不在票を置いて、連絡来るまで再配達しないやり方でよくないか。置き配を推奨してる人は、例えば2万円のカメラ盗まれても、置き配指定した自分が悪いと諦められる？置き配にするのであれば、宅配業者に一切責任はかからないという法整備をするしかない。アマゾンとかは保証あるよ。置き配使ってみたいが、マンションセキュリティ硬すぎてダメポ。宅配ボックスない。オートロックマンションは大変だね。置き配ができない仕様。宅配ボックスはあるんだけど、そこに行くまでのセキュリティもガチガチなのよ。置き配嫌なら大好きでいいじゃん。効率化のために非効率なことやってる。こんなのばっか。全部置き配にして、それが嫌な人からは指定料金を取ればいいだけの話。我が家はど田舎だから在宅してようが不在だろうが構わず置いていくな。玄関前にボールペンが吊るしてあるからサイン書いてくれるし。大変だねみんなは。それサインの意味ないし。他人が書くのはまずいだろ。せめて3分版にしろよ。他人にサインや押印をこの場合は目視で委任するのは、法的に有効だから、意味あるって。宅配ボックスの元を取るには何回注文すればいい？ポイント2倍にしろよ。うちは門もあるからクール便以外は置き配で全然いいのに、まだ置き配未対応のとこ多いんよ。一戸建てに宅配ボックス無料配布してよ。ホームセン箱で自作しろよ。俺はそうしてるぞ。玄関前にスノコ置いてる。買ってきても良いんだけど、プラコンテナ置いたりもしたんだけど、なんか大げさかなとか思っちゃって、スノコだけに戻しちゃった。再配達は無料だし、負担がかかるのは末端の配達員に過ぎないから、社会はそういうところが損するようにできている。とりあえず再配達で金取るようにすれば、減ると思うぞ。午前中指定していつも11時59分に来るのやめろ。他人のものを置いていかれたことがあった。電話してあげたが自動応答で繋がらなかったのでどかしておいたらなくなってた。置き配はトラブルが増えてダメになるだろうな。マンションなどがターゲットになりやすい。宅配ボックス、ロッカーを増やす施策をした方がいい。黒猫、玄関が選択できない時あるのなんで。黒猫は、1回目不在じゃないと玄関前置き配指定が不可じゃなかった？知ったかだったらすまん。会社名とか理由は言えないけど、発送側が置き配不可としてるところも結構ある。盗まれたくなかったら、待機しとくべき。それ置き配じゃなくね。置き配は最強。運送会社も受け取る客もメリットがすごい。荷物ついたって連絡だけくれれば自分で受け取りに行きたい派だわ。アマゾンとか大体最寄りのファミマ受け取りにしてる。待ってるのしんどいんだよ。2時間以内に配達しますメールみたいなの開発しろよ。不在ならボタン一つで知らせられるようなやつ。頭悪すぎる。5円か。再配達3回くらいさせてるけど心痛まんな。5円送んとちゃいますせ。営業所受け取りは50くとくれよ。マジで置き配して盗まれたからな。もう置き配は絶対にしない。5円出しする意味ないな。置き配は商品を持って行ってくださいと言っているようなものだからな。無事なのはラッキーなだけ。治安もいいし一通りも多いので置き配頼んでるのに、佐川だけはボックスないとダメとか言う。置き配推奨も良いけど、マンションの廊下って勝手なもの置いたら消防法かなんかでアウトなんじゃなかった？
だから規約で置き配禁止になっている。大きいの置かれると通れなくなるから、メール便対応ポストより置き配用ボックスの方が売れ行きいいね。置き配で盗まれても保証しないと規約にあるから、置き配負荷に設定しているのに勝手に置いていく。その都度クレーム入れているけどね。5円でのために数万円盗まれるリスクを取れないよ。鍵付きの宅配ボックスを置けばよくね。マンションの場合は個人では置けないけど、置けたとしても移動可能な宅配ボックスでは宅配ボックスごと盗まれる。マンションは置き配負荷のところ多いよね。対面受け取りは100歩譲って良いとしても、再配達はもうちゃんと金を取るべき。5円多く払うから15分刻みの配達をしてくれや。12時15分12時30分の間とかさ。全ての解決策は宅配ボックスだろ。置けないやつはもう通販やるなう。宅配ボックスから商品盗まれる事件が多発してるからな。必ず日時指定をさせるようにして、それでも不在だったら再配達を高額にすればいいのにと思ったが、巨大通販の配達は在室しているのに不在と嘘ついて再配達しそうだからダメか。あそこはほんといい加減だから。それ2ヶ月前にゆうパックでやられたわ。当日の午前中にで家にいたが来なくて、サイトで追跡番号を調べたら不在になってたからな。まあ置き配はいいんだけど、その場合来たらすぐ受け取らないとな。使い家で待ってるとか信じられない。メールが来て好きな時に取りに行く以外しない。まあ5円じゃ何も変わらん。解決はしないだろうな。なんで頼む方は時間指定しないの？時間指定できない商品がある。Amazon はプライム入るとか、有料じゃなかったっけ時間指定。うちは宅配業者が、玄関の中にまで入ってきて、荷物を置いていく。正直、驚愕でしかない。Amazon の置き配はちゃんとカメラで撮影したやつ送ってくれるからありがたい。午前中指定で11時50分に来てんじゃねえよ。朝一に欲しいから午前中指定にしてんだよ。そういうのが嫌なら、発送された段階で問い合わせ番号がわかれば、営業所へ連絡して営業所へ取りに行けばいいでしょ。猫さんはメールリンクからログインなしで日時の変更ができるから助かる。かなり再配達減った。みんなやればいいのに。せっかくメール登録してもログインさせるところばかり。どうなんだろうな。宅配ボックスがあって置き配できるやつはすでにやっている気がするんだよな。そして置き配難民はポイントももらえず置き去りにされるだけという。Amazon なんか自分で宅配ボックスか置き配か、選べるからね。勝手に置き配とか普通ないだろ。あるとしたらそれは配送会社引いては配達員が悪いだけだよ。もしくは自分で置き配設定にしてるの気づかないとかね。Amazon は何も指示しなければデフォルト設定が置き配なんだけど、それに気づいてない人が多いな。マンションは全戸分の宅配ボックス設置してほしいな。応対が面倒なら置き配でもいいけど、帰り際にチャイムをして帰ってほしい。配達員として言わせてもらうと、チャイムの有無は設定項目を設けて注文者側で選択必須に欲しい。ルールで押すことになってるから、押してるのに置き配なのに押すなとか怒られることもあるし。対面で受け取りたくないからこれは朗報。年配の配達員は置き配嫌がるよね。若い人なら玄関に置いてさっさと帰っていくけど。わかる。でも何度かインターホン出てそこに置いておいてって言い続けてたら、勝手に置き配してくれるようになったわ。誤配された時に受け取った住人が気づかずに自分のも開けて注文した覚えのない商品の箱も開けられて、中のビニールも破かれて、その後に気づいたのか箱に商品を無造作に突っ込んでうちに持ってきた。それ写真撮って事業者側にこんな状態で受け取れないから、新品よこせと言ってみたら？ただのカーテンだったからそのまま使ってるけど、一応営業所には電話したよ。上の者から謝りの電話させましょうかって言われたから。委託の人も頑張ってるだろうし、上の人には言わなくていいから本人には注意だけしといてって言っておいたら、次の配達の時に謝罪された。すべての家庭に宅配ボックスを無料配布しろよ。あのさ、実情に合ってない基準作って、苦しいから補助金出すとか、税金浪費のマッチポンプが過ぎないか？置き配は取られるのと敷地侵入が怖いんだよね。配達しましたよ、盗まれました、知りませんになりそうで。置き配は監視カメラを別でつけてないとなかなか。うちはついてるけど、多分盗まれても捜査してくれなさそう。今時の住宅って、門扉ねえから感覚的に置き配きついわな。集合住宅で玄関に監視カメラつけてる人がいるけど、どうやって設置してるのか知りたい。壁に穴当たりできないし。ソーラーで動くやつとか、モバイルバッテリーとかかな。どこかにテープで固定してるだけだろ。あと無線だし、壁にいちいち穴開けるてう。Amazon は置き配が盗まれたら返金かも、一度送ってくれる。保証といえば保険会社も置き配保険始めてるとこばっかだな。すげえ親切だよな。置き配希望なんか自己責任なのにね。保証してもバンバン置き配した方がトータルのコストが安いんだよ。外国企業は合理的だね。楽天もいい加減置き配対応してくれ。Amazon で実証実験は十分だろ。ピンポンしておくオプションをつけてくれ。Amazon で置き配して、かつ同じような商品なのに買って対面になったり、ちゃんと置いてくこともあってわけわからん。というか配送業者が置いてくれないんだよな。コンビニに宅配ボックスつけてよ。時間指定して不在だったら10円な。ヨドバシ置き配あって。郵便局に頼みなさい。うちのとこは容赦なく置いてくぞ。てかオートロックでインターホン鳴らして10秒で諦めるのやめてくんないか？ワンルームじゃあるまいし間に合わんわ。120サイズ超えたら、普通置き場ないだろうよ。留守が多いのが分かってる、自宅宛てをやめようぜ。俺は職場宛てで受け取ってる。5円を配達料労働者に賃金増やしてやれよ。
送料に再配達のコストも含んでるものだと思っている。置き配いいよな。時間指定しても数時間の幅があるから居眠りとかできへんし。10円でどうにかできるならとっくにやってるだろ。昼間いないんだから持ってくんなよ。勤め人が平日の日中にいるわけないんだよな。うちの地区は佐川と郵政は置き配してくれなくて面倒くさい。ヤマトも荷物の属性なのか配達員個人の判断なのか置き配してくれないんだよな。白い置き配。ちゃんと玄関に。不在の場合は置き配しといてね。って書いとけよ。書いてもダメなんだよ。ヤマトは割とやってくれるが、佐川、郵政はダメね。会社の規定なんだとか。宅配会社もセンター引き取り割引してくれよ。でかい荷物もコンビニで預かれるようにしてもらわないと。業者に利益があると無断で置き配する運送屋が出てくるだろこれ。そうじゃなくても勝手に置いてくときあんのに。とりあえず日本郵便に置き配やらせろよ。置き配頼んだら段ボールに5円玉乗っててくさ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。